僕の名はソックス。年齢は10歳。僕は犬人なのです。そして、僕には夢があるのです。それは、僕の考えた最強のマシーンを開発することなのです。武器なんかより、羊たちの毛を簡単に刈れる機械を作ってよ。洗い物がすぐ乾く機械があると助かるんだけど。マルトやハンナ、友人たちにはあまり理解が得られないのですが、やれやれ。先日手に入れた素材がとても万能だったのですよ。なるほどな。なあなあ、何の話してんの？ソックスってば。おーい。いつものメカトークさ。お前らにとっちゃつまんねえ話だよ。なんだ、じゃあいいや。ソックス、もしかしてお前、女子が苦手なのか？なのです。女子がいると口がギュッと閉じて動かなくなってしまうのです。でもハンナとは平気で話せているよな。あら、ソックス、今日もメカ作り？ハンナこそザ・女子って感じじゃねえか。あれはどうなんだ？ハンナは村にいた時から一緒でしたし、女子と思ったことはないのですよ。ハンナは…ハンナかな？鼻につく言い方だな。一発殴ってもいいか？ジンはメカに強いだけではなく筋力もある。僕もジンのように筋力をつけることができたら、設計と組み立ての効率が良くなるのではないでしょうか。心臓に負担のかかることはやめるに限るのですよ。花びらに落ちた雨のしずくが太陽を浴びてキラキラ光る。さよなら一日がリサラ始まるよ。爽やかな風が通る空見上げて太陽はいつも見てる。ほら